溶けていく様が、うん、上質。食べた。ちょっと待って、すごい。やばい。見て、ちょっとちゃんと切るとこ、この。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ごきげんよう、山口あゆきです。今日は、山梨県に来てます。と、今日は、お誕生日のプレゼント的な感じで、うん、うん、温泉に来ました。じゃんじゃじゃーん。富士山見えるかな？あ、遊べるじゃん。あ、見て、池ある。すご。まあまあ、ちょっと都会チックやけど、富士山は残念ながら見えませんね。でも池品見えてたから、もしかしたら外に出たら見えるのかも。池がすごい。めっちゃ鯉泳いでる。鯉が鯉や。ということで、今からお風呂に入っていきたいと思います。お風呂に入ってご飯を食べて、今日はゆっくり過ごせたらいいなと思います。お誕生日って素晴らしいですね。イエイ。これで今からお風呂に入ってきます。行ってきます。レッツラゴーレッツラゴーレッツラゴー。独特な味する。チャンネル登録よ。
てる。手の子なんか可愛くない？赤くなんか照らされてる。趣味やな、春の趣味か。餅や。ございます。あゆきです。もう目が腫れてるから。これはげんちゃんにお誕生日プレゼントでもらいました。レオちゃんです。かわいい。それと昨日は馬刺しが美味しかったです。全部料理美味しかったけど、まさかのサプライズでした。ありがとうございます。今からちょっと用意したいと思います。だってさ、そんなにな、取るつもりなかったんけど、こんなことなっちゃってん。やばいって撮ってる。俺より多い。俺より多い。これ多いでしょ。いただきます。おいしい。ちょっと取りすぎてしまいました。まずは大好きなわかめから。卵、うん、おいしい。味噌、これが噂のでっかい豆。わんぱく。じゃあゆっくりいただきたいと思います。バイバイ。チャンネル登録よろしく。じゃーん、旅の駅に来ました。今からちょっとね、道の駅も巡りたいな、巡りたいと思います。なぜ今日はあやきの誕生日やからな。誕生日みたいな感じ。お前かわいい。あ、それあれちゃん、ブルーベリーちゃん。黒竹？何黒竹って。ラーメン900円もすんねんな。なんかよくない。うん、いい。味噌ラーメンめっちゃかわいいな、これ。これ何使うの？耐熱かな。かわいい。トウモロコシ。うん、美味しそうやな。買ってみる。買ってみてもいいかも。トウモロコシ買う？シャインマスカットボンボンないかな。シャインマスカットボンボンを探しています。なんか関東にしか売ってないんですよね、そのシャインマスカットボンボン。ないかな。すごいな、集合体や、はい。うん、ちょっと見たいと思います。押されかけたシャインマスカットタルトここに隠れレオがいてました。かわいいレオちゃん。欲しい。1100円はちょっと高すぎや。ごめんな。メロン、メロンやって。確かにちっこ。こんなんして食べんねんや。見て見て、伸びる。めっちゃ生えてる。えぐー。伸びるの宝庫ですわ、ここ。さすが山梨県、レベルが違いました。危ない、引かれる。じゃーん、ロープへ乗ろうと思ったけど、この並びようじゃ無理やなと思ったので、私は潔い女なんでやめます。ちょっとあの富士山が見えるカフェみたいなところに行こうかなって思います。営業時間じゃない。休み？なんだって。まあいいや、じゃあ写真撮りに行こう。富士山と桜の写真を。まあ臨機応変に行きましょう。
そこで落ち込んでもうなんだって言ったら心が怪我散らされてしまうから、すさんじゃうから、そのそういう時もありき、こういうのが旅の証拠だよっていうのを証拠あ、ちょっとなこう見に行こう、ちょっと湖やろ、湖、こうじゃない、湖ってこうっていうことやろ、こう見に行こうっていうやつおらんこう見に行こうっていう人もおるって中にはいるさ、そんなんね、海行くのに海行こうっていうやつおらん海行こうっていう人おらんな、確かに。でもしゃれてる人は言うかもしらんね。アイル乗る？桜も綺麗ですな。まだ咲いててよかった。調べたら里桜見える？みんな見えへん？里桜っていう桜そうです。超絶綺麗じゃん。浜口湖やったっけ、ここ浜口湖、川口湖ですに来てます。今日はね、天気に恵まれてよかったですわ。実はね、ここの後ろにも富士山が見えるので、なんか誰が住んでんねんの、すっごいピコピコ言ってますけど、じゃーん、見てる、見えるかな、ここ見える、はい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 、富士山が見えます。よかった、今日見えへんのじゃないかなって心配してたから、ちょっとこの中入ってみようかな、ちょっと中入ってみようかな。ほら見て、ほらめっちゃ綺麗、ここ、こっち行こう、こっちは桜満開で、こっちは湖です。いい感じです。ちょっと富士山を求めて行きたいと思います。あ、ちょっと待っとこうかな、一人で行ったらあれやんな綺麗、デレレデレレデ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 レ、難しいです、取って帰ろうから。めっちゃ入ってるやん、めっちゃ入ってるよ、見て、あっちも。あ、でもカスカスやな。美しい。うわ、いっぱい咲いてる。桜と富士のコラボレーションです。あ、でも富士山がちょっと映ってないかな、わかりますか、この富士山を映したいんですけど、イエーイ、素晴らしかったです。やっぱり桜と富士はいいですね。桜と富士っていうのはやっぱり日本の象徴ですよね。桜と富士の影を置いてっていう日本、え、紀元2600年の歌詞にもありますからね。すごいな、めっちゃ綺麗かったです。山梨県のあの富士山がこんなに綺麗と私は分かりませんで、知りませんでした。皆さんもぜひ、この季節はちょっとしかないけど、また来年見に行ってはいかがでしょうか。今行った方がいい、急げ。なんとですね、皆さん、いい報告です。さっきのロープウェイ、もう帰ろうとしてたんですけど、さっきのロープウェイがいかんせんなんかちょっと空いてたんですよ、奇跡的に。なのでロープウェイ乗りたいと思います。イエーイ、やっぱり私とはすごくついている人間だなと思いますね。はい、では今からロープウェイに乗っていきたいと思います。レッツゴー。つぶし入ってる、うん、ほんまや、昔の人もこうやって富士山を見ながら、名物のたぬきだんごですわね。
私のはあかんな。よだれ出た。めっちゃきれくない？怖ぁ、こんな転がり落ちたら終わりやん。こっち向いて、こっち向いて。待ってくれるかな。誕生日の愛嬌置いて。ありくね。これはほぼこっちからしか行かれへん。靴も来らへん。どうなの。そうっぽいな。行こう。うん。岩に一の富士山流れてんで、やっぱさすがに富士山流れるわな。ええ曲やな、ほんまに。どうですか。いや、結構です。寝るとちぎれるんじゃん。キラの番です。今日は今からブランコに乗りたいと思います。ちょっと裸眼で見てくれよ。何言えねん。もう見てくれよ。見てくれ見てくれ。もうアイギラがブランコしてるとき絶対あの雲来そうじゃない。どうも。来へんやろ。来へんかな。位置関係全然ちゃうやろ。位置関係で向こう行ってねんから。あ、ほんま。これや。これお金がそこ。僕がやろう。次はハレルタのお選手、ブランコ楽しかったです。ああ、すごい綺麗。はちみつちゃんを食べたいと思います。協力まあまあしますけど。でも、まあ来たからにはね、食べましょうと。はちみつ大好きやから、楽しみですね。おお、すごい。ありがとうございます。でかっ。はい、美味しそう、はい、ありがとうございます。優しい。うわー、ありがとうございます、はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。一つお付けしますね。あ、すいません、ありがとうございます。食べたいと思います。音うるさいからな。うん、めっちゃ美味しい。ソフトクリーム最高。この蜂蜜めっちゃ美味しい。なんか甘さがな、上品。なんか蜂蜜臭くない、わかる。な何やん。何なん。ちょっとほんまに美味しい。食べてほしい。食べ。もうちょっと食レポして。いいの、もうこんな美味しいの人自慢。じゃこれ食べていい。これさ、蜂蜜食べたの。食べたよ。これちょっとじゃあこれいってみます。うわ、これはえぐいぞ、えぐいぞ。一緒にね、いきます。いただきます。どう。めっちゃ美味しい。これはなんか喉にくるやつ。喉がちょっと痺れる感じ、結構濃い。これは蜂の一番いいとこを食べさせてもらってますって感じ。美味しかった。最高だよ。ありがとう、はちみつさん。これからもよろしくね。チャンネル登録よろしくね。ちょっとソフトとはちみつやが別にそんな俺対してなんかそんな感動はないと思うけどな。まあ世界一うまい。世界一。
めっちゃ美味しいやろ、うん、冗談抜きで美味しいやろ、美味しい、蜂蜜美味しい、蜂蜜美味しいよな、うん、うわっ、ちょっとあ、めっちゃ美味しい、美味しいよな、味が蜂蜜だか、うん、固形の蜂蜜やからめっちゃ飛んだ、うん、固形の蜂蜜やから何、普通の柔らかい蜂蜜なので口の中であらその固形が、うん、溶けていく様が、うん、上質、ハイジより下手くそじゃない上質、いや言ってる意味わからん、うん、なんとなく、なんとなく、うん、以上で、うん、手が一番よ、美味しいね、よかったです。今は、どこやったっけ、山中湖のカフェに来ました。もう最後の滑り込みで多分入れるんじゃないかなっていうところですね。今からご飯食べます、遅めの。ギリギリ入りましたということで今からカフェに行きたいと思います。ほらから。あ、なんか。いい眺め。あ、なんかちょうどいいって言ってて、ちょうどいい席でしたわ。私は。なんてことでしょう。富士山が一つも見えません、雲で。でも一番富士山のように光っているのはこのアヒルの頭です。ピカピカピカと光っていますね。カメラ向けたらすぐ静かになるやん。え、カメラ向けたら静かになるやん。今のおもろかったやろ、アキ。やっぱおもろいなと思う。ありがとうございます。え、なんか蜜入ってる、蜜入ってる、動かしたろか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 、気をつけてな。うわ、すごい美味しそうやな。へぇ、ここみたい、切るよ。はい、どうぞ。真ん中行っていい、うん、どこで何でもいいよ、好きなようにし。お、ちょっと待って、すごい、やばい、見て、ちょっとちゃんと切るとこ、このほら、うわ、ふわふわやん。あらららららら、やったー、ちょっていうな、ふわふわやな。切れたとこ見て、中見て、これ。うわ、美味しそう。まだボケてない、ビリ立てる、うん、多分な。食べたら、見て、ほら、お前氷も入ってんな、おもてなしや。おお、美味しそう。あんまりかけたらあれ、パン粉もあんねんから。で、うん、見て、金粉。お前、してるよ。どう食べたらいいか分からんねんけどな、うん、どう食べていいか分からん、うん、からこれだから、きなこを先食べよう。きなこちゃで、きなこちゃで、あんこや、気をつけや、うん、万博やな。どうどう、口つきすぎやろ。世界中うまい、世界中うまいしか言えへんや。あ、いいね、いただきます、いただきます。うん、なんかきな粉が美味しい。きな粉パンを褒めろよ、さっきパンふわふわやな。どんだけ入念に作ってる思う。卵って感じ、すごい卵の味する。美味しい、ふわふわ、なんかふわふわっていうかシュワシュワ、はい、美味しいね。美味しい、白玉団子ついてる、白玉一個ちょうだい。どう食べていいか分かる、うん、これこっちやろ。なんで僕にごつが立ってるやん。オーマイガーやん、白玉もほらいい、うん、塩昆布とか食べるタイプ、うん、うまい。塩昆布めっちゃ美味しかったわ。うん、これナイフいらんな。うん、美味しい。食べ、これ上のやつ、いいの、いいよ、どういうこと、上のやつ、それそれ、いいの、いいよ、だって何もつけやん、ほんと好きやわ。ふわふわ、ほんまに、ほら、ふわふわ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 、ふわ
食べていい？いいよ。おいしい。コーヒーめっちゃおいしい。おいしいな。やっぱり俺が作ってるコーヒーうついからたら食べたもん。うん。でも俺それやからええと思う。うん。あの量を濃いコーヒーをいちいち飲んだら、うん、絶対悪いから。それな。薄くした方がいいっていうもんな。お茶もそうやろ。あんまり取りすぎたなんか。あ、どうやな。その何あれが石が溜まるっていう。なんていう尿石？なんていうあれやん。痛くてなんか手術するなんかやん。やば。キーマパパギって出なかった。あのミラー多分当たってた、ね。尿石なんやったっけな。尿石じゃなくて石炭なんか忘れちゃった。あとはハンバーガーを買ってます。忘れてないよね。忘れてたらやばい。まあ今のが1650円。お、来た。見て見てめっちゃ可愛いねんけど。何これ見て。味当てるの。どこ食べな。うん。これで食べる。うん。ワン、ツー、スリー。オープン。え？あ、え？じゃんみたいな感じやるやん。あ、で、よーし。スタート。オープン。じゃーん。うーん。こんな感じで。中身を出すわ。待てよ。え？ハンバーガーを見せて、そう、初めてそうやで、ハンバーガーを見せて初めてインスタ映え。いいねー。いいねー。いいじゃないですか。どうですか。うまくよか。いいねー。なんやったらピクルスも開けちゃって、どうやって。はい、いいんじゃないですか。いいですか。じゃあこんな感じでーす。ふぅ、ドゥン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 。はい、ここで、はい。これは多分めっちゃ美味しい。美味しい？うわ、タレめっちゃついてる。いただきます。こんな感じ。うわ、美味しそう。いただきます。うわ。めっちゃ美味しい。シソ入ってる。うん。ハンバーグもめっちゃ美味しい。パンもちもちや。これ多分好きやわ。美味しいこれ。あの、マフィンみたい。うん、これめっちゃ美味しい。スパイシー。あ、美味しい。一応ね、これマッシュポテト。うん、美味しい。ピクルス。うん、美味しい。はい、これ作れるんじゃん。作れる。作って、これ美味しいわ。もう今日から作る。食べていいやん。うん、いや。めっちゃ美味しい、やばい。もちもちやろ、アイデス。これは？食べたらいい？食べたら食べ。うん。うん。なんか、お家で食べる感じやな。なんかマックじゃない感じ、わかる？手作り感あるって感じ。We are closed. They're closed. Closed. あ、closed. 人参が一番好きやわ。マジ美味しかった。お、ええな。うん。よかった。最高やな。ここまた来たいな。次味なんか違うの食べたい。モンゴレとか。ここのカフェは最高のカフェでした。最高。ザ・パーク。ほんまは前に富士山がドーンと見えんねんけど、今ちょっと曇ってる。まあ今日午前中よく見たから、それはいいとします。ということで、いっせーの、ごちそうさまでした。した。はい。ごちそうさまでした。はい。バイバーイ。ここのカフェでした。美味しかったね。で、動物園やん。なんか餌あげたいな、うん、鶴みたい。あ、見て、あ、あれ足やった。え、すごい、あ、すごいすごい。あ、あげてあんねや、餌を。すごい。かわいい。子供も、子供じゃないんかな、これ。え、すごい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 、かわいい。気をつけな、かばっとかられた。え、すごい、なんか食べてる。撮ってる？え、撮ってる？ちょっとごめんやけど、全然見えへんねんけど。
誰もおれんかった。反射出てきてる。出てきてる。あんま違ったかな。ちょっといいかな。ちょっと一緒に撮らせてもらっていいですか。はいはい、すいません。あんまりそんなに言いませんので。持ってない。私持ってないです。すいません。写真？動画？意外と怖かった。ポンポン言われて怖かった。まさかこんな近くで鳥が見れるとはね。No. どんな気持ちですか。すごいな。やっぱりハート、あいつハートやわ、ずっと。そう、なんでやろ、なんでハートになってんやろ。なんでハートなんやろ。あ、これめっちゃ可愛い、うん、これ種類が違う時なのかな。子供かな、ヒナなのかな。すごい、すごいよくもそんねんよ。結構大きいねんな。山名湖のワイン、なんか山梨県ってワインが有名なんですね。知らんかった。なんか買って帰ろうかな。の須走りに行きました。駅、さっきは森の駅行きましたけど、まあ、少しちっちゃくて、あのいろいろ売ってたんですけど、ちょっとなんかまあうんと思ったので、まあ、あの道の駅巡りということで須走りに行きました。じゃあ入っていきたいと思います。足湯もあんねんて。でもそんな時間はないので、今からちょっとお土産を見たいと思います。どうですか、入りましょうか。はい、はいはいはい。これです、これです、これです、これです。興奮しちゃう、興奮しちゃう、興奮しちゃう。ほんまそのまま帰ろうと思ってたのに来てしまいました。ラーメンを食べに。やめてくれ、誰がそんなことさして。疲れましたね。あ、すみません、すみませんですね。はい、すみません、すみません。今日は上げませんな。終わっとる。はい、お疲れ様でした。楽しみ。塩、塩、醤油な、うん、食べてみて。美味しそう、めっちゃ。そもそもが麺が美味しそう。あ、美味しい。美味しい。ガラレとか。ありがとうございます。じゃんじゃんじゃん。すまへん。ちょっとスープもらっていい？うん。醤油とでもやります。あ、全然ちゃうわ。あ、美味しいな、それ。じゃあ、おいしい。めっちゃ貝の味してるな。卵潰れた。卵が崩壊。どうだです。チャーシュー、うまい。めっちゃ美味しいな。貝好きやからな、うちら。よかった、食べてよかったな。
醤油。あ、醤油も美味しいわ。醤油も美味しいかな。あ、でも、コクが。醤油もコクあるかもしれない。どっちかというと。あられ入れてみようかな。あられ。これで、これは何のために入れるんか知らんけど。あられ。すみません。え、こんなんでどうやってつくの ?3 粒しかつくまれないんだけど。ちょっとだけしか入れんなよってことかな。チム山椒ちょっとだけ入れてみようかな。これよ。酢入れてみようかな。あ、酢美味しいかも。酢も美味しい。最高やねんけど。じゃあ、ごちそうさまでした。です。今回の旅は終わりです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとう。また見てね。